天王寺みたいな選手になりたくてフットサル始めたんだ。楽しいだけでやってくれもんじゃねえんだよ。今年の紅葉は全国を目指すんだ。その覚悟があるか。今年こそ日本一を目指す。南雲流って言います。会えてめっちゃ嬉しいっす。龍が責任感じる必要はねえだろ。どこまで仕上げてくるか楽しみだ。楽しい方が強くなれる。俺たちもフットサル部なんだ。ああ、なるほど。咲かない花は捨てられるのみということですね。そもそもパスする気のねえやつと連携できるわけはねえ。そんな簡単に突き放せるもんなのかよ。いつかお前に追いついて追い越してみせる。